わけじゃないよ。仲良くアジレバ組みたいな。ええ何挑戦したいの？いや別にそういうわけでもない。なんだよ。まあそういい、はい、はい、そんな感じです。はい、以上です。すっきりしないわ。まあいいや、わかりました。私横浜リボンでなんか仕掛けてやる。Thank you.
藤井隊長も復活です。そして直人、カレンで3姉妹でしっかりとカリフリカヨガプロレスの連携で勝てたと思ってます。このまま7月28日の星座武道エンターテ武道のエンターテインメント、相手はチーム星座、こちらはチームデイドの姉妹でしっかりと勝ちに来ます。組長、7月28日にはもう誕生日過ぎてる？まだ過ぎてません。30日です。じゃあ早いけど7月28日の4姉妹の勝利を誕生日プレゼントとして組長に捧げられたらなと思ってます。インド王族武術カルリカヨガプロレスでしっかりと勝ってくるので、星座の方も応援よろしくお願いします。